な来てくれてありがとうございます。今日は私のなんか作ったベース持ってきましたね。これは私のお姉さんが3人いますけど、2人は双子ですね。その双子は金髪だから、なんか双子のためのベースを作りました。これはキャンディですね。キャンディはなんかすごいプリサイスなシャープな人だから、この音がすごくキャンディっぽいです。後でシンディを弾きますね。So, 最初の曲はなんか前の演奏と同じにオーバーチュアにしますね。なんか後で弾く曲をちょっと紹介する感じですから、最初になんかいろいろなテクスチャーが出ますから、ちょっとなんか一緒に感じてくださいね。Head out, Uncle Walt!
これは私のシンディという双子です。音が前のベースとちょっと違います。これはフレットレスベースですね。だからこの曲はちょっとソフトな感じだからソフトのベースを使います。この次の曲は私の2番のアルバムから出ました。なんか春の感じですね。だからこの日のに出る感じだから一緒にそれを感じてください。これは Unsealed という曲です。
くもうなんか今日の感じですね。なんかいつも私は雨が降るときにすごくクリエイティブな感じが出ますから、その気持ちから音楽を作りたいんですね。だからこの曲もずっと考えていて、だから今日は多分みんな多分好きですね。これも降りそうということです。
ありがとうございます。まだ雨降ってないから良かったですね。今は最後のベースチェンジですね。今は最後の曲ですね。これも説明がちょっと難しいですけど、なんか友達と一緒に話して最近、なんかみんなはいつもなんか人生の問題があっても続かなきゃいけない感じですね。だからその問題はなんか心に入って心も変わりますから、なんかちょっと説明がしにくいけど曲聞いたら多分感じるんですね。だからこの曲はなんか前に行かなきゃいけない感じだから forward というです。
ありがとうございます。聞いてくれてありがとう。Thank you for listening.